それでは NTT データの矢ざと勝木から弊社の D-Wave に関する取り組みのご紹介をしたいと思います。タイトルは A Delay Aware Trick for D-Wave to Solve Combinational Optimization in Business with Many Independent Subproblems in Bulk となります。まずはじめに我々 NTT データのご紹介をしたいと思います。 NTT データは NTT グループに所属しております。NTT グループには、テレコムキャリアである NTT ドコモ、NTT 西日本、NTT 東日本など、また、B2BIT サービスを行う弊社 NTT データや NTT コミュニケーションズ、ディメンジョンデータなどが所属しております。その中でも我々は、えー、アプリケーションレイヤーのシステム開発を主な業務としております。 このシステム開発における非常に重要なキーパーツとなる可能性を秘めている量子コンピューターや量子アニーリングマシンを我々 NTT データの R&D 部門ではさまざまな観点で評価しております。弊社 NTT データの R&D 部門ではいかにこれらの量子コンピューターや量子アニーリングマシンなどを有効活用するかといった観点の R&D 活動や それらのノウハウハを元にしたコンサルティングサービスではそれらマシンの検証サービスまた実際のお客様の持つ業務をこれらのマシンが解くことにできる数式に変換するサービスまたビジネス上でこれらのマシンをいかに活用するかといった新規領域の開拓サービスなどを行っております。 このように弊社では量子アニーリングマシンなどをはじめとした新たな技術をいかに活用するかという R&D 活動とそれらの技術をどうやってビジネスとひもづけるかというビジネス展開の活動この2つの観点から活動を進めております。本日はこの R&D 活動の中の1つの事例をご紹介したいと思います。 具体的な内容については弊社の分析者である勝木の方からご紹介したいいと思います。このセクションからは我々 NTT データにおける DWave マシン活用の取り組みについてより具体的な技術トピックに踏み込んでご紹介いたします。 NTT データはシステム開発を担う企業として様々な業界におけるお客様と IT を通じたつながりがございます。その中で先進的な技術の一つとして組み合わせ最適化や D-Wave に興味を持たれるお客様が多々いらっしゃいます。例えば、金融の領域のお客様では、金融工学におけるポートフォリオ最適化やリスクマネジメントなどでの活用に期待されているお客様。 製造業のお客様では物流や工場に関するパッキングやスケジューリング問題などの最適化問題また自治体のお客様の中にはルーティングなどに興味が持たれているお客様がいらっしゃいますまたこれらのビジネス領域に共通的なものとして機械学習や AI などのための基盤技術としての期待もなされております今回の Qbits では機械学習領域における行列分解というものの例についてご紹介したいと思っております こちらの技術を取り上げる理由としては、基盤的な側面があるために様々なビジネスのお客様に関連して、えー、共通して関連しており、また D-Wave のハードウェアや数理モデルに関する踏み込んだ活動もご紹介できると考えたためです。では早速、技術的なトピックの内容に移り、行列分解についてイメージをご説明いたします。 行列分解は機械学習 AI の分野などで使われている有名なモデルの一つで画像の分析やレコメンデーションをはじめとする幅広い領域で用いられている技術です例えば左図を見てみましょうさまざまな視聴者が映画を閲覧した際の評価値ここでいうとスターの数がシステム上のに保存されていきます V と書かれている部分はそのデータを表していますが そのままではサイズが大き,く大きすぎるといったことをはじめとして WH という取り回しの行いやすい小規模なデータに変換するということが行列分解の行っていることですさまざまな詳細は省きますがこの行列分解の根幹となるロジックは数理最適化によって実現されていてこのような数式で記述される問題を解く必要があります。 この数式には少々取り扱いにくい構造が存在するというふうな問題点がございます。具体的には連続変数と理算変数が混ざっているので、純粋な組み合わせ最適化問題ではなくて、DWave へそのまま投入できないというふうな問題です。この構造上の問題を考慮した上で、通常のコンピューターと DWave とを組み合わせて答えを求めるためのアルゴリズムが先行する研究にて提案なされています。 こちらの図は先ほど紹介した行列分解のためのアルゴリズムが実際にどのように行われているのかの全体像を示していますデータを処理したり簡単な計算全体の制御は NTT データのローカルのマシンで計算が行われていますこの中で組み合わせ最適化問題のような複雑な計算のみカナダの DUL マシンへリクエストを送っていますこれを繰り返し繰り返し行うというふうな流れをとっています DWAV が組み合わせ最適化問題に特化して、えー、ローカルのコンピューターが簡易な取り回しや計算などを行うことによって各々の得意分野を生かした計算が実現できるというふうなメリットがございますしかし一方で実は欠点も存在します NTT データのコンピューターから DWAV にリクエストを送る際にネットワークを経由することによって通信の遅延が生じます 特にアルゴリズム内にて繰り返しリクエストを送るために通信遅延が蓄積してしまいスムーズに利用することの妨げになるというふうな問題がございますこれからこの通信遅延を解決するために弊社が行った工夫についてご紹介いたしますここから先はアルゴリズムやハードウェアに関する話も関わるためさらに一歩踏み込んだ内容についてご紹介していきます スライドの上部に行列分解向けの既存のアルゴリズムを先行論文から引用しております。行列 V を W、H の2つの行列に分解する際に、初期化や連続変数の最適化といった部分は NTT データのローカルのコンピューターで行って、組み合わせ最適化問題の部分だけを t w a v e が計算を行っています。これらを反復するというふうなフロー全体として取っております。 通信遅延は具体的には H の最適化01行列 H の最適化のステップで生じてきます NTT データ側で回す4分内での DWAVE とのリクエスト・リスポンスの一きが生じることによってコミュニケーションのディレイが生じるというふうな流れですこの際に私たちは次の3点に着目しましたまず HI の更新を行う際に 古典コンピューターはただ法文のループを反復するだけで特段特別な計算を行っていません2点目として HI の更新は法文内で順次更新されているんですけれども各々のの独立者プロセスであって互いに影響を及ぼしあいませんより具体的に言いますと法文に関して順序性が存在しなくて前の更新 I が後続の更新に対して影響を及ぼしたりしないというふうな構造を持っています最後に行列分解の用途を考えた場合には分解して圧縮する先の行列系はどこまでも大きくなるような性質のものではないというふうなものがあります次のスライドよりこれら3点に着目してどのように通信の遅延を解決したかということについてご説明したいと思います HI の最適化のような全結合な問題を解く場合にはリクエストが DWAVE に送られるたびに DWAVE のハードウェア上にてエンベッティングを利用して左図のようにキメラグラフ上に問題をマッピングを行っていましたキメラグラフにビット欠損がない場合には三角形上にビットを消費するトライアングルエンベッティングといった方法が存在します このような方法の場合キメラグラフ上の大半のユニットは空のままになってしまいますそこで我々は行列分解のように独立な部分問題がバルクで生じる際に見傷のようにまとめて投入する手法を考えました VFYC ソルバーのようにビット欠損がないような場合には三角形上のエンベッティングの形を考慮して詰め込むこともできます より具体的に、えー、最もシンプルに敷き詰めるとするならば、この図のような結果が得られます。表には三角形の敷き詰めるられる数を細々と書いてはいるんですけれども、具体的な数字でご説明した方がわかりやすいかと思うので例をご紹介します。分解して圧縮する次元である K が28だったとするときに、NTT データ側でシーケンシャルに今まで方分を回していた。 i イコール一二三四五六七八の問題は左図のようにバルクで投入されることになります。そのため八回分の通信時間が削減されることになります。バルクでの投入を行う場合にはエネルギーの評価方法に関しても工夫の余地があります。 シーケンシャルに解を取得する通常の使い方の場合には、えー、左図に記載されているようにナムリーズのパラメータに従って複数個の解候補の中から最も良質なものをピックアップするアプローチをとっています一方でバルクデータの投入を行う場合には三角形ごとに独立した問題であるためにある一つのシートをピックアップするというふうな必要がございません 個別に問題ごとに最小のエネルギーを選択することによって各々の問題にとって最も良質な解を選ぶことができるそのために性能の向上が期待できるというふうなアプローチとなっていますここからは弊社で簡易に数値実験を行った際の結果について一部ご紹介いたします 左図は今回実際に28ビットの全結合問題を8個 DWave2009VFYC ソルバーに投入した例です。計算を行う際には Python と DWaveOceanSDK を活用して実際に今回のエンベッティングやエネルギーの評価の手法を開発し数値実験を行っております。埋め込みに関しては我々の提案手法となりますので 独自に開発したものを利用しております投入したイジングモデルの詳細に関しては表に記載をしておりますこちらが得られた数値実験の結果です左側が従来のシーケンシャルな方法を示しており右側が今回紹介したバルクな方法です投入した8個の問題のエネルギーの絶対値の積み上げをこちらのグラフに記載しております エネルギー、つまり最適化の性能の観点ではほとんど結果としては同じものが得られた上で計算時間に関してはバルクの通信我々の手法の方が約8倍高速化効率化できていることが確認できました、まあ、結論としましては性能の劣化が発生しないまま通信時間に関しては8倍の高速化ができるようになるため実際にシステム開発や検証を行う上でスムーズになります ここまで細かく技術の中身に関して説明してまいりました。ただ今回ご紹介した技術は特定のアルゴリズムやモデルに限定されるような話ではなくて、さまざまなアプリケーションで利用することができる開発上のノウハウということができます。一例を挙げますと、ビークルルーティングプロブレムと呼ばれるトラックの配送計画の東京における事例を弊社内で検証した際にも、トラックごとに個別に生じる最適化問題を まとめててて送信ししし効率化するなどして利用を行いましたまたた今回はキメラグラフのトポロジーに特化してご紹介を行いましたが将来現れるようなグラフのトポロジーにも展開可能なアイデアではありますので今後も発展させていきたいと思っております。 それでは最後に今回の発表をまとめたいと思います。先ほど勝木からご説明差し上げたとおり、さまざまな観点で NTT データでは技術検証などを行っております。また冒頭に私から申し上げたとおり、弊社ではコンサルティングサービスの提供なども行っております。そのため、実際のビジネスに課題を持つお客様と、 えー、DWave 等の先進的なハードウェアの間に弊社が立ち、えー、これらの先進技術を実ビジネスに適応する部分のお手伝いができると考えておりますもし興味があるお客様がおられましたら、えー、右下のメールアドレスまでご連絡いただけると幸いです本日の発表は以上ととなりりまますごご聴ありがとうございました